本日はですね、今からデート Vlog というところで神戸に行くんですが、まあ、ほんまの目的はノースフェイスで取り置きしてるやつがあって、ノースフェイス神戸店で取り置きしてるのがあるので、まあ、それを取りに行くんですけど、まあ、どうせ行くんやったらデート行こうかっていうところで今から向かいます。で、今日の格好はこんな感じです。ちょっと足元だけ外してスニーカーで明るめにしました。で、嫁堂さんはこんな感じです。いや、おしゃれやな。はい、それでは三宮着きました。さっき嫁とも喋ってたんですが、去年のルミナリエ以来なので半年ぶりぐらいですが、今からまず昼ご飯を食べに行きます。うわー、着きました。こちらが三宮です。ダンダン。嫁とさんは今から昼ご飯どこ行くんやった？牛丼。な普通の吉野家？いいよ、タッグ一人で行っておいでよ、吉野家なら。で、それは神戸牛の牛丼やな。そうね、人気みたいで、もうちょっとしたら多分ランチの時間サラリーマンの人と被るので急いで行きたいなと思います。では12時5分から並びます。何分並ぶか。1時間半待ちやったな。そんな待った？待った、1時間半待った。で、電話でも2時間ぐらい待ってもらうと困りますみたいな言ってたから。結構その列は短いんですけど、ラーメン屋の列と違って、ラーメン屋って結構回転数早いと思うんですけど、全然並んでないやんと思って、10人ぐらいいてはって、あ、そんな並んでないなと思ったら、もう全然その牛丼やから回転率がそんな早ないんで、1時間半ぐらい待ったけど、うまかった。うまかった。あ、ちょっと海見に行く？そうね、ちょっとボートしに行きます。それではあれからしばらく歩いて、メリケンパークっていうところまで来ました。なんか視聴者の方からいいですよって教えてもらったんで来ましたが、街並みはおしゃれですね。よかったな、今入ります。メリケンパークです。まあでもこう広いから、この公園とかのベンチ座ってコーヒー飲んで、うん、ぼーっとするのはいいかもしれんけど、うん、今日は暑いわ。暑いね、ちょっと日があるんだ。うん、さすがにそれするにしたら真っ黒になっちゃう、晴れるときに。あの観覧車乗ったよね。乗った、昔な。昔その映像がこちらです、じゃん。あるの？あるよ。あ、乗ってんの今もう一回。乗ってるよ。付き合ってすぐやったもんな。うん、付き合って2週間後ぐらいやったよな。いや、それは違う。いやいや、よう言えば12月14日ですね。あ、本当はそうかも。うん、なんかどこに何があるかわからんかったけど、今回インスタでいろんな視聴者の方に教えてもらって、めっちゃ教えてくれたね。もう1日でよう回りきられへんぐらい教えてもらったから。また何回かに分けて来たいな、こっちも。美人館だっけ？美人館な。はい、それではですね、あれからしばらく歩いてモザイクの方に来たんですが、もう暑すぎて溶けそうなぐらい暑くて、もうちょっと力が出ないので、まずコーヒー入れたいと思います。あのさ、そこに駄菓子屋さんあるの？うん、知ってる。知ってた？どこに何かは知らなかったけど、駄菓子屋って名前見た。見てこないでいいの？いいの？岡山のところ行きたい。
岡山の日本一の学士や来月な、うん、そうやで、このちょっとあの天井がない感じな、雨の日大変やろうけど、あ、ハワイみたい、ほんまやな、ハワイみたい、見たい、見たい、見といて。久々にハワイの雰囲気を感じたな、やばいね、もうハワイ行った気になれたな、この観覧車乗りましたよね、やめてさ、ここで走り取ったね、こんな感じでな、はい、それではですね、ノースフェイスの神戸に来ました。じゃん、スタイリッシュな洗脳されたノースフェイス。綺麗だね。うん、綺麗。やってる？やってるよ。なんか暗くない？やってなくない？え、なんか暗いよ。ちょっとタック？永久日です。ああ、また今度来やなあかん。閉まってましたね。休みだから。で、今からですね、ちょっとチーズケーキ食べようと思ったんですけど、そんなお腹、今チーズケーキ食べたら晩ご飯食べれないので、先に寿司を食べに行きたいなと思います。寿司が、イオセっていう寿司屋さんに行きたいなと思います。ちょっとあの裏通りに来ました。多分この辺に寿司屋さんがあるんちゃうかなと思う。到着しましたが、残念ながらお休みでした。タクゾーさん、必死に次のお店探し中です。ヘトヘトやね。歩き疲れて。本当よ、結構距離歩いたよな。結構歩いた。すごいよ、今日定休日だらけ。結構ね、おすすめしてもらったところもわりかし定休日今日多くてね、結構却下してて、で、しまいには今日の目的であるノースフェイス休み、そしてまあ最後のちょっと目的でもある寿司お休み。それでは行ってきました。昔ながらのお寿司屋さんっていう感じで、あのシャリがちょっと甘くて美味しかったですね。今からはもうあとは買えるか、ちょっとだけブラッとして買えるかちょっと分かりませんが、ちょっとブラッとして買えるかなと思います。で、結構歩いて、まあ、疲れましたけども、まあ、皆さんにいろいろ教えてもらったからな、今後また神戸来るってなった時な、いろいろそういうとこ行けるかもしれないしな、ありがとうございました。で、まあ、今からはもうあとはもう軽く立ち飲みなんかあるけど、行く？いいよ。それではですね、結局あれから大阪福島まで帰ってきてですね、福島の、立ち飲みに行こうかなと思ってます。で、それはですね、前以前嫁堂とも一緒に行ったことあるので、最後そこでフィニッシュっていう感じになるんですけども、嫁殿もさっきまではですね、なんか疲れた疲れた言ってましたが、大阪まで帰ってきたらもう家が近いので元気に歩いております。はい、それでは行ってきました。うまかったな、安定の。あそこはなんかちょうど量もいいねんな。
で値段も一品品ちっちゃいから安いし、まあ今日一日振り返ってみてさ、どうでしたか？いっぱい歩いた。三宮でな、ついてんのおまけ。いっぱい歩いて疲れた。疲れた。まあ、ちょうどな、日も落ちてきて、ちょうど夕方ぐらいになってきたから、まあ、あとは家帰ってゆっくりするだけやな。家のベンチで食べるものはい、家の前のベンチで。ええな。ということで、まあ、あとはもう家帰るだけなんで、まあ、この辺でお別れしたいなというふうに思います。ではですね、見てもらってありがとうございました。